もう始まってるんで。始まってちょっと正直、ここにいる場合じゃないんですけど。なるほど、気になってしょうがない。ちょっと気になってしょうがないんですけど、いやでもまあ、しっかり、はい、やっ勝ってくれると思います。自分たちのサッカーして。で、チーム内には、対戦相手の出身の、原和樹君とか、佐藤光源君とかいて、まあ、こっちも、井上翔太君だったり、あと、新加入、伝説の本山雅史さんだったり、井上さんだったりいるんで、ちょっと負けれないですね。はい、東福岡ですね。はい、そうです。今日東福岡で一日生高校がもう始まってるんですね。そうです。そう、本山選手ね、池本選手、東コンビが帰ってますよね。大先輩ですよ。怖いですね。でもまあ戦力的には今年は期待できますよね、かなりね。一応ベンチに弟も入ってるんで、よかったらって言うから。フォワードです。あ、フォワードはちょっと帰ってね、録画してはい見ないとね。お願いします。いや、楽しみですね。顔見れば分かると思います。おそっくり。絶対分かります。絶対分かる。ほほほほ、僕は見てないと思うんですけど、みんなから言われます。あははは、似てるね。はい、なるほど。ちょっとめちゃくちゃイケメンです。あ、